世界最大の吊り橋として歴史に名を残す明石海峡大橋。潮流が激しく水深の深い明石海峡をまたぎ、神戸淡路鳴門自動車道として本州四国連絡橋3路線全体のおよそ半数の交通を支える人物流の大動脈です。瀬戸内海の多頭尾を横目に海峡部 9.4km を吊り橋や社長橋など6橋で連続横断する瀬戸大橋。自動車道と鉄道を併用する世界最大級の吊り橋を擁し、瀬戸中央自動車道 JR 瀬戸大橋線として年間およそ1500万人の輸送を担っています。7つの島々を結び、しまなみ海道とも呼ばれる西瀬戸自動車道。島民の生活道路として歩道も併設されており、その中の来島海峡大橋は幅およそ 4km の海峡部に架かる世界初の三連吊り橋として親しまれています。これら世界最高水準の技術を結集して建設された本州四国連絡橋、そこには橋梁建設に高度な技術で挑み続けてきた JB 本州高速の世界をリードする架橋技術、保全技術が生かされています。古くは明治時代から考えられるようになった本州四国の架橋計画。1950年代の海難事故を契機に架橋運動が高まり、現在の3路線が決定したのは1969年でしたが、その当時国内最大規模の橋は367メートル。海外ではすでに1000メートルを超える長大橋がいくつも建設されており、日本の橋梁技術は世界の水準から1世紀近くも遅れを取っていました。また瀬戸内海は潮の流れが速く水深が深いこと、潮風、海水による塩害が発生すること、地震や台風の襲来があること、船舶の往来が頻繁であること、国立公園に指定されているため景観が壊されないことなど、自然条件、社会条件、環境条件にさまざまな制約がありました。そこで JB 本州高速の前身である本州四国連絡橋公団では、自然条件の調査手法、下部工、上部工の設計方法、建設に使用される材料、そして建設方法など全ての分野で新しい技術を開発、立ちふさがる大きな壁を克服していったのです。本州四国連絡橋の研究、開発、建設の歴史、それはまさに日本の長大橋の歴史ともいえるのです。一方、本州四国連絡橋より先駆けて建設された海外の長大橋は、完成から年月が経つにつれ維持補修費が加速度的に増大していくものが出てきました。中には資金不足のため保全業務がおろそかにされる橋もあり、損傷が放置された橋は深刻な状態に陥り、ケーブルや橋桁の取り替えといった大規模な修繕工事が必要となりました。結果、保全にかかる費用をはるかにしのぐ莫大な修繕費用が発生、また修繕工事のための交通閉鎖により社会全体に大きな経済的損失を与えることとなりました。国民生活にとって重要な社会インフラである本州四国連絡橋は簡単に架け替えることはできません。そのため大きな劣化を受ける前に、その劣化が進む前に抑制する予防保全という考えがとても重要になってきます。しかし本州四国連絡橋は吊り橋や社長橋特有の複雑な挙動、海上に構築された巨大橋への接近手段、
道路部や瀬戸大橋の鉄道荷重がもたらす疲労問題など、世界に類のない巨大建造物であるため、予防保全を行っていく上で多くの課題があることも事実です。これら多くの課題を有する長大橋の予防保全、 JB 本支高速ではこの予防保全を質の高いものとして実行していくため、アセットマネジメントの考え方を導入しています。本州四国連絡橋を国民のための重要な社会インフラ資産と位置づけ、橋の劣化を常に把握することで費用対効果の高い維持管理運用を行い、安全安心かつお客様に最大限の価値をもたらす本州四国連絡橋を提供できるよう日々努めています。アセットマネジメントを行っていく上で大きな柱となるのが、データの蓄積管理と実際の維持管理業務です。点検データは蓄積分析されます。そのデータをもとに補修計画を立案し実行に移していくというサイクルです。このサイクルで得られた膨大なデータは適切な評価劣化予測を行う上で重要となり、効率的な管理が実現可能となります。保全の PDCA サイクルを、プランを点検調査診断、 Do を対策維持補修、チェックを評価確認、アクションを検証改善新技術の開発と位置づけ、本州四国連絡橋の継続的な予防保全にあたっています。アセットマネージメントおよび保全の PDCA サイクルを回していく上で最も重要かつ基本となるのが点検調査診断です。 JB 本支高速では目的に応じて定期点検不定期点検に区別し、それぞれ異なる手段で行っています。定期点検には巡回点検と基本点検と精密点検の3種類があります。橋の下を航行する船舶や陸上部分の歩行者自動車など第三者への被害を防止する目的で行われるのが巡回点検です。巡回点検では点検員は管理用通路などを使い、徒歩による目視で行っていきます。一方、橋体の細部変状把握、健全度評価、補修用費の判断を目的に行われるのが基本点検です。基本点検では点検補修用作業車やケーブル作業車、橋梁点検車などを使って橋梁部材に接近し点検を行っています。本州四国連絡橋のような長大橋は完成してからしばらくは橋そのものの重量または各部材が馴染んでいく過程で形状変化が生じることがあります。そのような形状変化を測定するのが精密点検です。現在は橋の形状も安定しているので精密点検の項目を必要最小限に絞り、5年に1回程度の頻度で橋の健全性を確認しています。不定期に行われる点検には異常時点検と臨時点検の2つがあります。異常時点検は地震や大雨、強風などの災害が発生する恐れがあるときや起きた場合に、また橋の上を通行する車両が火災を起こしたときや船舶が橋に衝突したときなど異常事態の際に行われます。臨時点検は定期点検の内容では評価が難しい場合や精密点検の結果から追跡調査を必要とする場合に行われます。点検を欠かさず行う一方で、橋の健全性を保つためには
長期的な観測と劣化予測の判断材料となる調査が必要となってきます。本州四国連絡橋には海中に基礎を築いているものが多く、その中には鋼鉄製のものもあります。それらを錆から守るため電着工法、電気防食が採用されていますが、 JB 本市高速ではその効果の確認調査を継続して行っています。また明石海峡大橋では海底の土砂が激しい潮流によって洗い流されてしまうため、海中基礎周辺に潜掘防止口を設置しており、その追跡調査を定期的に実施しています。コンクリートの構造物においては塩害と中性化による鉄筋腐食から守るため、非破壊検査で定期的にコンクリートを採取し、内部の塩分量や中性化の進行を把握するとともに劣化予測を行っています。この予測結果をもとに補修時期、補修範囲を決定し、塗装などによる対策を行っています。また巨大なコンクリート構造物特有のひび割れなどに対しては劣化を追跡し、対策方法を検討して補修を行っています。本州四国連絡橋のような長大橋には近づくことも難しい箇所があります。そのような箇所の点検調査には赤外線カメラや高画質カメラ、小型改良された点検機械など先端技術を使うことで効率的かつ確実な点検を目指しています。一方、目視で確認できないハンガーロープ内の腐食や疲労亀裂などの劣化は新たな検査技術を開発し実用化しています。JB 本市高速ではこれら点検・調査・診断で得た橋の状態や補修の履歴を記録する点検・補修情報管理システム IRIS を整備し、橋の健全性を評価するためのデータ蓄積を行っています。さらに確実かつ効率的な点検を行うため、作業現場ではタブレットを使って点検結果や劣化などの進行度合いを記録しています。異常が見つかった場合はその度合いに応じてランク付けされた後、補修計画のための資料として活用しています。また橋の健全性の評価では長大橋健全度評価委員会を組織し、多くの技術者による評価を実施しています。保全の PDCA サイクルにおいてルーとなる対策には監視と補修があります。本州四国連絡橋は一般的な橋をはるかに超える長大構造物です。そのため風や地震の影響で大きく変形したり複雑な挙動をすることもあります。そこで JB 本市高速では橋桁や主塔の動きを観測する速度計や加速度計、地震計などさまざまな動態観測設備を設置し、常に橋梁の状態を観測・管理しています。例えば明石海峡大橋を直撃した平成10年の台風7号は最大瞬間風速39メートルの暴風雨をもたらし、橋桁が最大7メートルも水平移動したことが観測されました。しかし検証の結果、これは設計で想定された通りであることが確認されました。このように長大橋の挙動については設計時に詳細に検討されていますが、実際の挙動を観測することで設計手法の妥当性を確認したり、長期的な保全計画、活動に役立てることができます。
本州四国連絡橋など長大橋の多くは鋼鉄製の構造物であり、維持管理していく上で錆、つまり腐食は大変な脅威です。腐食を起こす原因は大気腐食、水による腐食、海水による腐食、土壌腐食など、構造物がさらされる環境ごとに存在します。しかし本州四国連絡橋は立地の特殊性ゆえに、これら腐食原因のすべてが当てはまるので、維持管理していく上では腐食の原因を排除する防食が大変重要となってきます。この防食作業は橋を構成する各構造体ごとに様々な方法が取られており、橋梁全体に対して行われる塗り替え塗装やコンクリート構造物に限定したコンクリート塗装、基礎を囲むケーソンを対象とした電着工法や電気防食、また吊り橋のメインケーブルには早期乾燥システムが、メインケーブルと橋桁をつなぐハンガーロープには浸石塗装、防食材の圧入などが行われています。 JB 本市高速において、これら修繕にかかる費用のほぼ半分が塗り替え塗装で占められています。本州四国連絡橋では塗り替え塗装のサイクルを長くするよう、建設段階にて長期に耐久性が期待できる多層構造の塗装系を開発しました。この塗装系は偽性防食層により十分な防食性能を確保し、この偽性防食を保護するため接着性が良好で、全体を一体化する下塗り中塗りと耐候性の高い上塗りを重ねたものです。この塗装方式は大鳴門橋、因島大橋で採用され始め、およそ20年以上の高い耐久性を実現しています。しかしこの高い耐久性を持つ塗装方式にしても、年月がもたらす劣化には抗えません。これは設置から十数年経ったガードレール。そのようなガードレールに触れた時、手が白く汚れたことはありませんか？これをチョーキング現象といい、劣化した塗料が粉末状となり、風や雨などで流され消耗していきます。 JB 本市高速では、下塗りが露出する前に中塗りと上塗りを塗り替える予防保全を基本としています。このように鋼材を錆から守る塗膜の機能を維持しながら、費用対効果が最も高いところで修繕を行うことで、ライフサイクルコスト、つまり継続的な維持管理にかかる費用の低減を実現しています。橋全体を塗り替えるためには、海上での作業となることや膨大な面積かつ複雑な部材が組み合わされているため、数年から数十年の期間が必要となります。劣化した上塗り中塗りを除去し、健全な下塗りの塗膜を露出させた後、中塗り上塗りを施していきます。塗装作業は足場や作業車の上で、ハケやローラーを使って行われます。現在瀬戸大橋では平成18年から計画的に塗り替え塗装を実施しています。 JB 本市高速の独自技術を用いた吊り橋ケーブル早期乾燥システムとは、湿度 60% 以下の環境下では鋼は腐食しないという性質に着目し、乾燥した空気をメインケーブルの中に送り、湿度を管理することによる防食技術です。空気の温度と湿度を管理する早期用機械設備を管理通路などに設置し、製造された乾燥空気を主塔などに併設した早期管を経由させてメインケーブルに送っています。ケーブル内の湿度は気温や天気によって常に変動します。そこで排気カバーには
センサーを設置し、常に温度や湿度を計測しながら早期状況を確認しています。またセンサーで常時モニタリングされており、設備に異常があった場合は警報メールが送信されるので、異常を迅速に把握することができます。これらの観測結果はデータとして蓄積分析され、効率的な運用や設備の追加など継続的な改良を続けるための材料として活用されています。橋脚や主塔の基礎は、橋桁やメインケーブルなど上部構造の重量を地盤へ伝える重要な役割があります。本州四国連絡橋の基礎は、設置軽損工法と呼ばれる鋼鉄製の箱枠軽損を海中に沈め、その中にコンクリートを充填する方法で作られています。基礎とともに海中に沈む軽損は鋼鉄製のため、設置から10年程度で腐食して外壁に穴が開く鋼蝕という現象が一部確認されました。もともとコンクリートの型枠という仮設のものとして設計された軽損は、橋の構造上重要な部材としては考えられていませんでしたが、本州四国連絡橋では基礎の本体であるコンクリートの保護という観点から軽損を活用、長期的に維持していくため防蝕処理を行っています。軽損の防蝕処理の代表として以下の方法があります。一つは電着工法と呼ばれるもので、海中のプラス極から電気を流し、マイナス極である軽損にプラスイオンを持った炭酸カルシウムや水酸化マグネシウムといった無機物を付着させます。表面に均質に付着した無機物は、塗装と同じように保護層、保護膜を作り、腐食から軽損を守ります。この無機物は貝殻やサンゴの死骸など自然界に存在するもので、環境に優しい工法でもあります。もう一つは電気防蝕と呼ばれる工法です。軽損の表面に鉄よりもイオン化しやすい、つまり錆びやすい金属を取り付け導線でつなぎ、その金属を優先的に腐食させることで軽損の腐食を防ぐ工法です。コンクリートの劣化パターンの一つとして、内部の鉄筋が錆びることで進行が始まるものがあります。鉄筋は錆びることで膨張し、覆っているコンクリートにひび割れをもたらします。最悪は剥がれて落下するというような危険な状態にもつながります。コンクリートの劣化原因には塩害、アルカリ骨材反応、中性化など様々な種類があります。劣化してしまったコンクリートは削り取り、腐食した内部の鉄筋は研磨して錆を取り除きます。その後鉄筋に防生加工を施し、コンクリートの断面を修復していきます。コンクリートが劣化する要因でもある塩分や水分の侵入を防ぐため、本州四国連絡橋ではコンクリートの塗装を行っています。JB 本市高速ではアセットマネージメントを推進することで、これからも本社、管理センター、グループ会社が一体となって新たな課題解決に取り組む保全技術交流会議と連携を図りつつ、体制を構築することでより高い保全技術を確立し、効率的な管理を目指します。また予防保全に基づく PDCA サイクルをさらに効率よく循環させることで、大規模な改修や更新を回避するとともに、ライフサイクルコストの最小化に努めていきます。そして点検・補修に関する新技術の開発をさらに加速させて、長大橋の維持管理におけるトップランナーを目指していきます。人や車、そして水道や電力、通信などインフラ設備もつなぐ本州四国連絡橋。
200年以上の長期にわたり利用される橋を目指して、 JB 本支高速はこれからも万全な維持管理に努めていきます。